斜面、ね、斜面わかる、あれを駆け上がっていくから、はいはいはい、あ、なるほど。今から山に向かっていきたいと思います。ちなみに3人で山登りに今日は行ってきます。あ、なんか近くに来ると1個だけポコっていう感じなんですね。雪山っぽい。うん、みぞれが落ちていく。すごい下がシャキ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 。ここがスタートです。行ってきます。いいの取れそうかい。いいの取れそうっすね。はい、行きましょう。たまに振り返る。うわうわ、すごい今日。うわ、最高ですね。いや、ないっすよね。すごい。歩ける。第一ステージのやつこれ。なるほど。だんだん下が見えてきた。わあ、すごい。正面の正面だね、あの持ち山。大丈夫になってくるね。うん。見て。すげえ。すげえ。すごい。すごいね。あれ、さっきいなかったのに。あら。あらららよね。うん。よいしょ。はい。着いたね。これすごい絶景だよ。おお。わあ、すごい。頂上まであと 0.4 キロです。後ろに見えるのは赤城山ですね。あれね、めっちゃいい感じの景色です。結構ね、急ですね、最後は。来ましたね、おお、結構上がったな。はい、お疲れ様です。着いた。到着です。1194.4m、うん、いい供養。ああ、確かに、いい供養。無風だ。無風ですね、今日。最高ですね。
ここなんか風がね、上は無風なのになんか途中のところに来ると風トンネルっぽい、ね、やっぱ、でも登るんやん、はい、全く違う景色だね、うん、本当に朝登った時と全く違う景色もうちょっとで一番落差があるじゃあ下山ですねーのお疲れ様ー、下山しました、今回の Vlog はこんなところで終わりにしたいと思います。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。